はい、皆様こんばんは。こんばんは。はい、英雄星シリーズ第20回目でございます。早いもんですよね。ありがとうございます。本当に、楽しんで見ていただいてるんでしょうかね。もう私は聞いててすごく楽しいんですけれども、いろんなねアニメ界のこう歴史も知れて、そうですね。今回は前回お話したマジガゼットの、はい。これね、はい、天才長井孝先生が乗ってる車が渋滞で前に進めれなくなって、はい、で面倒くさくなって、はい、もうロボットから手足が出てこの渋滞してるロボット車を、はい、こう飛び越えれたらいいのにというのが発想だったんですよ。だから頭に車が合体したらいいなみたいな。はあ、ちょっとなんか考えられないですね。こう上から、はい、今でいうドローンがね上からそうですね降りてきてみたいなね。だから車に乗ってて思いついたみたいで、すごいその発想がね。そうですね。それまではねロボットって言ったら鉄人28号と同じで、はい、遠隔操縦だったんですよリモコンで、はいはい、ただリモコンの装置が腕時計だったりベルトだったり、まあ、操縦機だったりしてたんですけど、乗り込んで敵に攻めるロボットっていうのはマジンガー Z が初めてだと思いますね。映画でも最近のやつってこう顔のところに入ってねこう動かしたりとかありますよ。ここがスタートなんですね、乗り込むというのは。その発想が渋滞を飛び越えると、それなんかそういうふうなエピソードどっかでこう読まれたわけですか。いや、長井孝先生が自分でご自身で語られてました。それが発想のもとですっていう。だから天才はね何でもヒントにしちゃうんですよ。なるほど。ひねくり出すわけじゃなくて、あれこれ面白いなって思ったことがね。巨匠もね漫画を描いておられましたから、いやひねくり出すタイプやったんですね。なんかもう天才ではないんで題材があったりなんかしませんか。あ、ちょっとこう落ちて20回にもなんかポロッと今強くなりましたね。疲れですね、疲れ。ちょうどちょっとこう巨匠もう20回目でいよいよ今マジンガー Z のお話が出て、こちらとこちらもう30秒、これは大体結構なもんなんですか。これはねそうでもないですけれど、はい、まあお小遣い程度で買えるぐらい大人の世界ではね、はいはいはい、これは高いですよ。高いですよ。もうピコンピコンになってますけど、はい、これと比べてこれ取れるんですか。取れます。え、固定してますけどね。取れるんですか。はい。でジェットスクランナーがついてたんですけど、この店に持ち込むときに落として粉々になっちゃいましたね。はあ、もったいない。これはこれも世界に1個ですか。いや、そんなことないです。それはないですね。ただ手に入れたのは岡山だったかな、岡山県ですね。不動産屋の看板として立ってましたね。ええ、もったい。それを譲っていただいて3分になりました。この続きは21回目に。どうもありがとうございました。